ジャン君、大変なことが起きてしまいました。ジャン君、これです。我が家の命綱になっているこのコンピューターがですね、Mac がですね、ハードウェアの損傷というのが出ちゃいました。ハードウェアが損傷するともうどうにもなりません。一応ですね、その損傷している、ハードウェア、ハードディスクにもう一度戻してですね、そこでなんか多少なりと作業できないかと今、出た。はい。アウトマーク出ております。はい。いやー、これは困った。とにかく、アフターエフェクトというソフトを勉強し始めてですね、なんとか仕事に復帰しようと試みていたところなんですが、このマシン行かれるとな、この古いノート、これだけはまだ OS も生きていますので、これでしばらくやっていくか。しばらくどころか、お金を稼がないとマシン買えないのでね。これアニメ動くかな。このマシンが弱い弱いって言って、なんとかしようと思っていたんですが、さらに弱いマシンに変わりますが、それでもなんかやっていくしかないもんね。でもその子古いから、あれがソフトが、いや、ソフトはまあ入っているとは思うんだけど、一番新しいソフト使えるの？まだわからない。ちょっとやってみないと。まだ、これからだね。こういうことになってくるね。うちの場合はこのパターン多いです。なぜでしょう。よいしょ。えいや。頑張る。やっぱ中古ちゃんがちょっと弱っていいマック君。黒岩さんのお仕事にはちょっと、黒犬のお仕事にはちょっと重荷だったのかもしれないね。さあ、まあ、40万ぐらいとして、それをどうやって捻出していくかだな。40万って高いね。なんか前買ったあれより高いよね、今。死んじゃった子より、まあ、いや同じぐらいだと思うけど、あれだと37万いくらだったかな。まあ40万、本当はもうちょっと上げたいけど抑えたんだよね。まあ何にしてもそのぐらいはかかるということで、まあそのくらいのじゃないと、仕事にならないってことだよね。そうね、だいぶ苦労してたからね、今このマシンでね。やっぱちょっと大きさも容量も、そして中古、やっぱ無理だったのかな。まあ本当に一番悪いタイミングで、なっています。なんとかそのごまかしながら使うというのができれば、とにかく毎日の動画もアップできなくなってしまったので、昨日一日アップできませんでした。これくらいはまあノートでなんとか。ジャン君、ピンチです。とにかくですね、今日生配信をやるためのシステムだけなんとか組みました。どうですか、この様子。これが仕事場ですよ。このマック、これで、生配信の今セッティングを、なんかね音声が全然出なくて困ってたんですが、なんかネットで調べてなんとかしました。そしてここから直接テレビにですね、画面ミラーリングしていますので、なんと、コメントが読みやすくなっちゃった。ということで、まだ諦めきれないこの Mac、今まで使ってた仕事用のマックね、これが、ひょっとして電源がつくんじゃないかと思って、
やってるんですが、あ、ん、メーターが出た。おおおおおお、これでもしついたらどうすればいいんだっけな。とにかく、ハードウェアに問題あるっていう検出は出たんだけど、本当かどうかをちょっと疑っています。反応しない、外から見て反応しないっていうことだったわけで、このシステムを上書きしたかったんですよね。新しくまた、ただちょっと待って、これね、こんな感じだったんだよね、ずっとね。まあいいやちょっと猫動画にならない、なんとかここへ戻してジャン君、ジャン君頑張るから。頑張るって言っても今のところどうしていいか全く分かりません。小さい、ノートで作業を毎日していくしかないです。あれで動画も作って、アフターエフェクトの勉強もその Mac でやります、ノートでね。ノート君ソフト動くのかな。まあ、ただ、まだ OS も古いので、今使えているソフトが入れられるかどうかでね、まあいろいろちょっとやってみます。ジャン君今必死に戦っていますよ。なんとかごまかして使う方法はないか問題を今やっています。ごまかして使えるようだったら使いながら、ぜひ頑張って稼いで30何万円のマック買いたいです。そして仕事をガンガンやってそのお金を稼ぎ出す、まあ、先にクレジットを組んでそれを返すため。でも仕事がないと不安だね。勉強します、まず勉強します。ポンちゃん、コンピューターはまだ治っておりませんが、なんとか頑張ってやっていこうぜ。最悪、ノートで仕事頑張るぜ。できんのかな、ノート君頑張れるかな。まあノートをでっかい画面に映し出せば大丈夫です。ただね、動画の生配信はちょっと難しかったね。あと動画を編集ができるかどうか、あ、これちょっと試さなきゃいけないな。ソフト入れましょう、まずね。ソフトが入るかな。はい、やってみましょう。